はい、どうもパチオです。今日は大富豪をやっていくんですけど、今日の話題なんですけど、元 AKB48 峯岸みなみさんと、YouTuber のね、東海オンエアのリーダーの哲也さんが結婚なされたということで、ちょっとねその話をしていこうかなと思います。峯岸みなみさん、何を隠そう、僕の AKB の推しメンですね。隠してない全然隠してないんですけど、ということで推しメンの結婚ですか。まあいいんじゃないですか。わ、これはやりづれな。まあ個人的にはもう本当に推しメンの結婚っていうのはね、僕にとって2回目なんですけど、非常に嬉しい話というかね、幸せになっていただきたいですね。まあ僕はね、峯岸さんはまあ好きなんですけど、東海オンエアの哲也さんのことを知ってる知らないで言うとね、あんまりよく知らないんですよね。で昔動画にしたことあるんですが、今600何10万とかいるんだよね確か。そのー600何万って言ってたかな。いや、すごい人数のチャンネル登録者がいるということで、まあほんとすげえなーなんて思いながら、おっとこれはね、どうしようなー。おっ、これなあ、これはもう勝ち目がないな。まあ僕ね、東海オンエアのあのチャンネルをね、見たことがあるかないかで言えばね、ほんのちょっとしか見たことがない。確かね、昔将棋を指してて途中でプロと入れ替わるみたいな、そんな動画を見たことがあります。うわ、やられた。革命してくれ。無理か。まあね、そういう動画を見たことがあるぐらい。あとね、ラジオをね、東海ラジオでやってたと思うんだけど、その東海ラジオのラジオ番組、まあね、YouTuber がね、メディアに出て、ろくに面白かった試しがないんで、まあそういう色眼鏡で見てたんですけど、あ、思ったより面白いじゃんっていう風に思ったことはあります。あ、これはきつい。これはきつい。もうどうしようもねえな。あ、これもうどうしようもないわ。はい、勝ち目なかった。でだからね、まあ東海オンエア自体もね、僕のイメージはねそんなに悪くないんですけど、前にね、まあ、動画のネタにもしたことがあるんですけど、岡崎でね仕事してた時に、東海オンエアって YouTuber いますよね岡崎に、みたいな話をした時に、もう親の仇かっていうぐらい嫌ってるおばちゃんがいたんですよね。もう本当にお前何か東海オンエア地元で何かやらかしたんかっていうぐらい本当に嫌ってて、でその嫌ってというおばちゃんっていうのが3人娘がいて、20歳前後の、まあもう今でいいや、20歳超えてるぐらいかな。これひょっとして東海オンエアのメンバー誰かここの娘に手出したりしたんじゃねえかっていうぐらい、もうそのぐらい嫌ってたんですよね。
てなわけでどうかと思ってたんですが、まあね、まあそれがね、哲也さんかどうかは知らないし、まあ純愛をね、貫いての結婚ということで、非常に羨ましい限りですね。まあ、ね、僕としてもまあ推しメンですからね。うわー、これはきつい。これはきつい。まあ幸せになっていただければと思います。でまあね、それ以外にね、情報があるわけでもないんですよ。ね、そんな僕なんかがね、そんな週刊誌みたいに情報を持ってるわけないじゃないですか。まあということでね、この話はね、もうすでに終わりを迎えるんですが、まあ推しメンと結婚するという。そういうことじゃないですか。非常に羨ましいし、そんなね、めったなことでは起こらない現象なんですけど、推しメンと結婚ってのはすごいよね。逆にやファンと結婚するっていう選択肢もすごいと思う。もし、まあ、例えばね、僕が今ね、SKE のファンなわけじゃないですか。SKE のメンバーと結婚できるという話になったら、って言ってもな、やっぱね、アイドルと結婚するには財力足らねえよな。チャンネル登録者でいいや、俺5万分の1だからね。さすがに同列に恥ずかしくてとてもじゃないけど見れないというか、こういう時にね、何分の1しか力がないみたいな話をするわけだけど、その5万分の1しかないってすごいよね。うわー、きついな。567を1枚なんとかしたいね。ここでジョーカー出すんだ。出せるか。次は慎重に行こう。なんとかならんかな。なんか勝てん感じだな、今回も。あ、慎重に行こう。ラッキー。これはさあ、あと1枚。そういうこと。あー、くそー、勝てん。悔しい。あと3個か。まあこれでラストなんですけど。いや、俺もさ、推しと結婚とかさ、してみたいじゃないですか。まあ結婚願望が全くないわけだけど、だけどね、推しと結婚するとなりゃ、また話はそれは別で。うわ、これはもう勝ち目が全くないな。
まあそれこそでもまあ僕なんかはあの推しはもうすでに結婚してね、元推しはもう人妻だし、でね、現推しはなんか結婚に縁がなさそうだし、てかなんか推してる子がね基本的に若い子ばっかりなんで、まあ僕はね、あのロリコンクソ DD を自称してるだけあってね、やっぱり結構年齢が低い年齢の子が多いわけよ、推しが。となるとあのなんか結婚のイメージが全く湧かないというか、そんな感じの子が多いんだよね。革命？こんな時にいきなり2を出すんだね。おお。ああ、大貧民は回避したい。あ、これは回避できそうだな。オッケー。3は出ちゃった。3はもう無理だな。おお。ああ。もう勝ち目なかったし、あ、今日の大富豪はひどかったな。まあなんか昔のメンバーはなんかその生活感があるというか、いかにもアイドルらしくないっていう感じの子が多かったんだね。その芋っぽいというか、なんか今の子ってなんかアイドルっぽい子が多いよね。まあ選考基準なのかもしれないけど、なんかそんな気がちょっとしちゃったりしますっていうかね。まあそれはそれでいいんだろうけど、でまあね、僕としてはね、峯岸みなみさんの幸せをもう本当に祈りつつ、まあやっぱね、僕あのバラエティのよりで頑張る子が基本好きなんですね。モームスでも矢口が好きだったしねやっぱそういう路線なんだろうね、僕の好みの。まあてなわけでね、あのうちの推しにも頑張ってもらいたいね。あ、 なんなら俺もね600万ぐらいいったらね、あのチャンネル登録者がアタックしてみようか無理無理じゃあ終わりにしましょう。以上パチオでした。バイバイ。